神戸市の王子動物園のパンダ館に設置された献花台。今朝から大勢の人が訪れ、おととい死んだジャイアントパンダ、タンタンとの別れを惜しみました。すごい可愛いし、仕草も可愛いし、本当に残念でなりません。ゆっくり休んでほしいと思います。タンタンが動物園にやってきたのは2000年。阪神・淡路大震災からの復興を目指す神戸の街を元気づけようと、中国から貸し出されました。その愛くるしい見た目から神戸のお嬢様の愛称で長年親しまれたタンタンですが、おととい死んでいるのが確認されました。28歳で、人間なら100歳近かったということです。タンタンはもうずっと私の中では生き続けているから、もう一度会いたかった。タンタンの献花台は当面の間設置されます。